お邪魔してます。はい、よろしくお願いします。早速メールの方読みましょうかね。はい。戦国魔人 F さん。わし、ゲストの青ちゃん、ニュージパップ。パップ。アニメガンダムビルドファイターズでは青ちゃんのキャラとしては珍しく20代後半のキララさんを演じられておりましたが。キララ？今後もっと大人の役も見てみたいです。ご自身としてはどのぐらい上のキャラまでいけるぜ、とお考えでしょうか。まあ、いろんな役をね、やられてますもんね。ちっちゃいおばあちゃんとかだったら。ちっちゃいおばあちゃんとか。ちっちゃいおばあちゃんとかだったら、うん、はんとかじゃねえみたいな。おばあちゃん、ちっちゃいおばあちゃんだ。いけんじゃないですかね。いや、もうなんかそう、超色気。超色気。超お色気。でも私今、ブレイド&ソウルという作品で、はいはいはい、ジンバレルというキャラクター演じさせていただいてるんですけど、はあ、それこそもう外見20代後半、うん、30代ギリぐらいの、お姉様な感じで、すごい冷徹な、あの、魔女みたいなキャラをやっていて。へー。そうなんだ。死ね。みたいな。あの、そうですね。お選びになられた単語がそれだったんで。でも、割とあの、需要がありまして、はあ、あの、青ちゃんになじられたいという方結構多かった。そうなんですか。この番組でもですね、あの、勝手に声優アワードっていうのをやりましてですね、あの、なじられたい声優ナンバーワン。今のところ番組では、沢城さんに軍配が上がってるんですけど。もうね、沢城さん。ちょっとメールのやり取りとかをして、はい、沢城さん大好きですみたいな、今度デートに行ってください、気持ち悪い帰れ。帰れそうかーんと思って。そっちの勝負では向こうの方がまだ、なじり芸は動画行ってるね。いや、さすがですよ。もうね、最初キモいって来て、もう一通来たと思ったら、あ、気持ち悪いって帰って。丁寧に来たと。ああ、そうか。正しい日本語を使いましょうだ。もう最高でしたね。そうなんですね。どんなメールを送ったのか気になりますけれどもね。